白子立つ。空に帰ったカミーユには新たな戦力が与えられた。新型可変モビルスーツゼータガンダムである。エウーゴはティターンズにより指導者を暗殺されるが、工事を託されたクワトロの指揮により徐々に巻き返しを図る。一方、ティターンズには木星帰りの男パプテマス・シロッコが接近。新型モビルスーツを次々開発するその戦力は侮りがたいものがあった。この状況でさらに第三の勢力が現れる。ジオン残党を率いるハマーン・カーンが拠点である小惑星アクシズを地球圏へ向けて移動させたのだ。ティターンズとアクシズが手を結ぶことを恐れたエウーゴは先んじてアクシズと会談を設定し、ハマーンの出迎えを受ける。クワトロはかつてアクシズに身を寄せていた。当然パイプ役として期待されていたが、傀儡として祭り上げられたミネバザビを前に彼は激高する。よくもミネバをこうも育ててくれた。偏見の塊の人間を育てて何とするか。シャア、やはり裏切るのかい。一年戦争の働きがあればこそ一人地球圏への偵察に出してやったのに失望したよ。結局交渉にもならず会談は決裂。さらに撤退中、シロッコの艦隊と遭遇戦となり、レコワが行方不明になってしまう。間違いですよね、レコワさんが戦死なんて。戦争だからってこんなこと。しかしレコワは捕虜となって生きていた。エウーゴでの、そして何よりクワトロにとっての自身の立ち位置に悩んでいた彼女はシロッコの側に立つことを選ぶ。戦いのことしか考えられないアーガマの男たちは、戦いで傷ついている君の心には気づきようがなかったらしいが、多少とでも私には君のことを考える余裕はある。君の強さは知っているつもりだ。心から抱きしめたい。嘘の抱擁と思うならいつでも私の胸を刺すがいい。抵抗はしない。今は私の男になってくれてるけど、権力を手に入れたら女なんていらなくなる男なんだよな、あの白い顔は。シロッコは独断でアクシズとも会談。ハマーンはティタンズ総帥ジャミトフも含め、いずれの勢力と結ぶべきか吟味する。だがティタンズがコロニーレーザーを用意していることを知ると、その脅威を危険視し再びエウーゴに接近する。エウーゴはかつてサイド3を支配していたザビ家の復興を認めるというのだな。エウーゴを支援する人々にはそちらの条件を飲む用意があります。サイド3をくれるとのことだが、条件は何なんだ。私のやることはゼダンの門とグリプス2を潰してもらいたい。なんとも大層な注文を出すものだな。ゼダンの門だけでも潰してもらえまいか。シャアからそう頼まれるというのは嬉しいよ。しかしお前は物の頼み方を知らないな。頼む、ハマーン。ハマーンは気をよくしつつも予定通りジャミトフとも会談を持つ。だが大きく譲歩する気のないジャミトフとは折り合わず決裂する。アクシズはティターンズの拠点ゼダンの門へ突撃コースを取り、両者の間では
たちまち戦端が開かれる。エウーゴもまたアクシズ援護のため出撃するのだった。各艦に援護射撃命令、モビルスーツ部隊も対要塞戦、厳しくなるぞ。全ティターンズ艦隊、これはジャミト・ハイマン閣下の遺言である。ジャミト総裁はハマーン・カーンによって暗殺された。直ちにアクシズを叩け。これは閣下の弔い合戦である。消えろ抜け抜け消えろ。ディマス様の邪魔はさせない。新しい未来を切り開く方だわ。目を覚ませ、サラ。戦場で女性を利用する男なんてまともじゃないよ。この方の理想のためだったら死んでもいい。死んだらおしまいじゃないか。死んだらジェリドク、証拠りもなくまた来る。こいつやらせるぞ。エウーゴのモビルスーツか。俺がいただく。汚名返上と行くぜ。消えろ。キャプテン、エウーゴ。任せろ。ここから逃げてやれ。貴様これが戦争だろうが。こいつ消えたか。まあいい、まだチャンスはあるんだ。消えろフォーレス、援護を呼べ。消えろ。敵部隊がこちらに向かっている。アーガマの守りを固めてくれ。旗色が悪いね。しかし勝手に潰し合ってくれるの。私にプレッシャーをかける。それとはこのキュベレーを見くびるなよ。なんだ、向こうからすごいプレッシャーを感じる。遊びでやってんじゃないんだよ。ハミー、シロッコとハマンは危険だ。先に敵機を減らせ。消えろ。遅かったか。エナキ、出ます。エマシュン、無理はするなよ。消えろダーケル、ラムサス、行くぞ。手当たり次第撃ち落とせ。消えろ敵モビルスーツの接近に注意しろ。消えろ消えろ
悲しい子。しかしいつまで避けられる？いい気になるな、ハマーン。見えた。修正してやる。人という愚民が我々を支持してくれるんだ。ティターンズもエウーゴも潰すの。引くぞ。体勢を立て直す。やらせるぞ。これに。バカな。ダウンだと。バカな。このマシーンの弱点を知っているのか。仕方ない。やって、援護を任せろ。ここから逃がすだね。話すこともなかった。サラの死は貴様が招いた結果だろう。戻ります。あなたの期待がこれでは。ブリックス2に接近するモビルスーツは全て潰せ。消えろ。
鳥肌の源はこいつか。やらせるか。大したプレッシャーだな少年。戦いの意志を生むだけなんだお前も。キャプテン援護を任せろ。この武士なんで私に遊びでやってんじゃないんだよ。待っていたよハマーン。ハマーンカーン、貴様は戦いの源を生むだけだ。子供の声で。まだか。どこだ。なんだこれは幻覚か。同じものを見てるんだ。同じもの。人の思いというものはしやすいぞ少年。私を迷わせようとするとは生意気な。やめろハマン。土足で人の中に入るな。けをされた。貴様は人の存在というものを自分の思いは同じだ。女の声。ハマーンの声だったのか。